本日紹介するのは両王のトランクという作品です。母親が自分たちを捨てて家を出て行き、幼い弟の千尋と共に日常的に暴力を振るう父親に怯えながら暮らしている女子高生の瀬川晴香。精神的に追い詰められていた彼女はある日、道で美しい女性とすれ違い、衝動的に彼女の持っていたトランクを盗んでしまいます。実はその女性ミヤは、日本のセレブが秘密裏に集まる SM クラブの女王で、トランクの中身はミヤの仕事道具が入っていました。この事件をきっかけに、ハレコは他でもないミヤに誘われて、SM クラブの世界へと迷い込んでいきます。この作品は作者の北森紗衣さんが出版社を通さずに電子書籍として発表していた作品で、今回幻冬舎から紙の単行本が3巻までまとめて発売されました。そんな経緯があるためか、暴力描写や SM の過激な描写も多いんですが、むしろその描写があることで父親に虐げられていた遥が自らの力で生きる希望の光を見出していく様子が力強く描き出されている、そんな作品です。